宮ブリッツ戦から退団が発表された小野寺玲選手をゲストに迎え、自転車専門店関石ネオサイクリスタ小金井店からドイツのフォーカスが誇るエアロロードバイク新型イザルコマックスをご紹介。ナビゲーターは菊島さんです。このコーナーで紹介してきた自転車の中で、はい、もうなんでしょうね、群をこう抜いてかなりこうプロ仕様というか、そうですね、なんかチームバイク持ってきたのかっていうぐらいですよ ね、 ね、はい、来年の1月に発売されるモデルでして、発売前、はい、なるほど、今、こちらのデモ機として、まあ、あの国内に1台しかない1台、はい、それが今この、はい、関石コーナーに、はい、日本に1台しかないですよね、はい、すげえ、ここにあるんだ。関石さん、でもこれ今後これ取り扱うってことですよね。だからそうですね、あのご予約という形のもので承っておりますので、はい、あのこちら新型と言いましたけれども、はい、5年ぶりにフルモデルチェンジでして、はい、まあ空洞実験によってあの非常にこうその空力性能が上がっているというタイプのものになっています。いろんな部品がもうなんか俺見当たらないんだけど、はい、あの最近のフレームはほとんどあのケーブル内装が主流になってまして、ね、ほとんどのケーブルがフレームハンドル内に格納される、うん、あの仕様になってるので、それによって、まあはい、見た目もスマートだし空力性能も上がるし、うん、っていうのが今主流なんですよ。これ DI2 が無線？そうなんですよ、今もう DI2 が無線なんですよ。もうそうなんだ、はい、どんどん進化してんじゃん。でも無線ってことはさ、はい、飛ばしてんでしょ。飛ばしてます、飛ばしてます。で主流ってことは、はい、選手みんなさ無線なわけじゃん、はいはい、他の人のさ、はい、が変えたらさ俺のが変わるとかないの？ そこはご安心ください。あの我らが島のそういうところは信頼性が高く、はい、渾身などございませんので、ちゃんと一台一台で、はい、ペアリングしてるので、ちゃんともう誤送信みたいなのないようになってんだ、はい、あのメーカーが申します、あの空洞実験の数値なんですけれども、時速40キロで、45キロか、45キロで1時間走った場合に1分45秒今までのイザルコマックスに比べると速く走れるという数値が出ていますね。1分45ってすごい差ですよね。でも45キロで1時間走れない人はどうしたらいいですか？あ、もちろんあの他の速度域でもそれだけのアドバンテージがある。そういうことやな、はい、この例えばホイールとかこれもこの状態で販売なんですか？そうですね、何種類か用意されておりまして、はい、こちらのマビックのホイールを使われているモデルと、あと島野さんのホイールを使われているものとあります。このまま乗って帰ってレース出て勝てますね。少ない、はい、アジアツアー出れます。これこれで、はい、この状態でアジアツアー勝てます。何も変えなくていいと、はい、すげえ、あ、そんなすごいバイク、これ変えるってことですよね。だからね、そうですね、関関さんで、はい、関関さんで買えちゃうんですね。すげー、自分で手元に届いて組み上げて洗車してピカピカにした状態のこのバイクを見ながら、うん、いっぱい決めると。いや、これはちょっとだから、ね、まあ今ねほとんどまあ皆さん1台持ってらっしゃる方多いと思うんですけど、はいはい、これ人生本当最後の1台にこれちょっと買ってみるっていうのも贅沢です ね、 ね、俺ぐらいの年になってくるとそれをちょっと考えるぐらいになってくる。た、はい、だこの実車がこれもう日本に1台しかないから、このあとまたね別の場所に移動になっちゃうんで、皆さんが関石ネオサイクリスタ来ても見ることできないなんて。そうなのか。ちょっと今多めに撮っといて、これしっかり見る、しっかり撮っといて、あのねいろんな角度からちょっと撮っといてよ、これね。これはもうぜひっていう方は来れば予約できると、はい、いうことでございますから、はい、ご自身へのご褒美にいかがでしょうか。最高。さあ、大鳥居までねちょっと思い出トークしながら走ってきましたけど、はい、ましたね、こっからの上り、はい、まあトークじゃなく、トークじゃなくあえて、まあ、僕からのリクエストなんですけど、はい、まあ、バイクで語り合いたいなと。おお、かっこいいこと言うじゃないですか。なんで俺が前走って、うん、ちょっと後ろからレイ君それをちょっとこう見ながら、なるほど、行きたいなと。第三の後ろ姿を見てこれまでの成長を感じると。そうですね、俺もまあここちょっと飛ばしていきたいと思うんで、まあ、ついてこれたらだけど、レイ君が、はい、じゃあ登りましょう。頑張りましょう。行きましょう。ずっと追いかけてきたレイ君の背中、最後は自分が前を走りこれまでの成長を感じてほしかった。オノデライダーとのラストライド。こっからが勾配変化がきつくなってくるんで、自分のリズムを崩さないように。はい、
体を大きく使うイメージで。教えてもらったことを忘れるな。刻め。さあ、こっからっすよ。神社までの登りはこっからが勝負どこっす。はい。こっからどれだけ踏めたかでタイム変わってきますからね。もう枚数がない。さあ、ここが勝負、ここが勝負。いいペース、いいペース。ナイスペース、ナイスペース。リズム落とさない。よし、そこでギアかけて加速しましょう。そこからのラストスパート。マジか。ゴー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 。ギアかけて。よしよし。踏んで踏んで。今がチャンス。ギアかけて。もっともっともっと。そう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 。いいよいいよ。ゴール見えてる、ゴール見えてる。ゴー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 。いいよいいよ、そのまま、そのままキープ。ゴーゴーゴー、最後まで。よし、踏んで最後まで。まだまだ、我慢我慢我慢。よいしょ。はあ、出し切った。あいつ鬼や、どっか行ったよね。どっか遠いとこ行ったよね。今回俺多分、はい、ここの坂のタイム、はい、今までで一番早いと思う。すごいじゃないですか、更新できるのって。いや本当にあの追い込みは鬼だね君は。いやでも前半から見てて、はい、あのしっかりと自分 の, あのペース刻めてるなって思ったんで、あまだいけんじゃないのかなって僕思って。それでそれでちょっとあの飛ばしてみたんですよ、劇を。いやもう俺ほんまあれカメラ回ってなかったら降りてぶん殴ってたよ。よかった番組。なんだ爪は。いや本当ね、はい、最後になんか特訓稽古つけてもらったなと。いやもう後ろ姿見ながらいろいろと思い出しながら走りましたよ。いや本当、はい、うん、俺もなんかあのテストの時思い出せた。ありがとう。ありがとうございます。はい、宇都宮ビーチを離れて別のチームでまた走ることになりますけども、僕は相変わらずのどのレースに出たいとかどのレースで勝ちたいとかそういった目標は実はなくてですね、まあ、常に自分らしく、そして記録よりも記憶、みんなの記憶に残る選手になりたいっていうのが常に持ってる目標であるので、まあ今までもこれからも自分らしく、まあ時に変なポーズしながらみんなの記憶に残れるいい選手でありたいなと思いますので、新しい場所に行っても皆さん応援よろしくお願いします。あの僕もちょっと一応手紙を、はい、そう書いてみました。はい、ありがとうございます。レイ君のことはブラーゼン時代から知っているけれど、2019年のレギュラーシーズンから距離が縮まった気がします。あの頃にレイ君の癖強めの趣味嗜好を知ることができました。ブラウのテストの時は教えてもらったことを大切に何度もレイ君のフォームを見てイメージして練習したことを思い出します。年下なんですが弟のようであり先輩のようであり師匠でもあります。チームが変わってもまたどこかで一緒に走りましょう。これからもロードレース界を盛り上げてね。ありがとうございます。どうもありがとうございます。今までありがとうございます。ありがとうございました。
そしてまあ僕からも大さんに、はい、小野寺と変身グッズを用意しました。うわー、おいマジか、そんなもん俺の手紙で最後やろ上下セットで、僕がいなかった後も小野寺と変身グッズで、うん、僕になりきって走ってもらいたいなと思ってます。今までお世話になりました。ありがとうございます。いやもうそんな返し汚いわ、違うやん、泣かせようと思ってたのになんで俺が泣くね汚いわ、なんだ、あ寂しいわおそれで、おそろでポーズ決めて終わろっか。お願いします。ジェイ、これからも頑張ってね。ありがとうございます